皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成澤宏樹と申します。いつもと違う感じになりましたけど、今日はですね、マイクロフォンアダプター、それからマイクのレビューでございます。なぜ手元にないかというと、今カメラにつけてるからなんですね。今日はですね、このマイクロフォンアダプターどんなものなのかっていうのをお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。本日はですね、こちらの商品をご紹介したいと思います。はい、これですね、かっこいいよねこれ。タスカムというメーカーの CAXLR2D というこれですね。これ一応ね、 Vlog 撮影セットっていうことでご提供いただいております。はい、 Vlog だから、まあこういう風に喋るっていう感じですね。こういう風にね、これの使い方とかは、基本的にはもう、いろんな YouTuber さんが説明してらっしゃるので、このチャンネルではやんなくていいかなっていうふうに正直思ってるんですけど、とにかくですね、とっても気に入ってます。私がなぜこれを使いたかったかというとですね、コンデンサーマイクが使いたかったんですよ。コンデンサーマイクじゃなくても、XLR 端子のマイクが使いたかったんですね。XLR 端子って何かというと、こういう端子のやつをこれ XLR 端子ってさ、バンドやってる人これキャノンって呼ぶんですよね。キャノン端子って呼ぶんですけど、なんか正式名称 XLR だったんだって私も YouTube やって始めてから知ったんですけど、まずこのコンデンサーマイクってめっちゃ音いいんですけど、電源が必要なんですよ。で、電源も単三電池とかで使えるタイプがあるんですけども、あんまりねそういうの使いたくなかったんですよね。で、コンデンサーマイクの、動かす電源のことをファンタム電源って言います。ファンタム 48V って言うんですけど、で、こういうマイクロフォンアダプターがあると、これファンタム電源供給できるんですよ。パナソニックとかソニーとか出てるんですよ、似たようなやつが出てるんですよ。あと業務用のビデオカメラとかには最初から、付属されているっていうか、まあこういう機構がね必ず内蔵されている。まあ仕事で音声やってる人はこういうのじゃないと仕事になんないでしょうから、ミラーレス一眼でこう撮る場合っていうのはなかなかなかったんですね。特に私が使っている富士フィルムとかはなかったんですよ。でもコンデンサーマイクどうしても使いたかったのに、今までどうしてたかというと、ここにあるね、これズームっていうメーカーの、ズーム H8 っていうやつなんですよね。はい、これもファンタム電源供給できるんですよ。ここに挿してる XLR 端子のマイクがこのマイクに繋がっています。だからここのマイクで拾っている音声を今 H8 で録音している状態なんですね。で、この録音したやつとそのカメラで録音したやつ、やっぱ音が違います。ただそっちのカメラの音を聞くと、今このレンズは XS20 に時なの23mm の F1.4 っていうレンズを使ってます。 35mm 換算で 35mm ぐらいのレンズなんですけど、 F1.4 で撮影してて、やっぱり背景ぼかしたいんですよ。ここをちょっと浮き上がらせたいっていうのがあって、で、そういう撮影の仕方をするとある程度やっぱり距離が生まれるんです。距離が出る、だからこう響きますよね、声がね。こういうところに反響して、回ってくる音声も拾っちゃうと。で、最初こうショットガンマイクとかね、使ってみたんですよ。で、それで集音できるかなと思ったんですけど、ショットガンマイク使ってもやっぱり近くでこうやって音を取った方が断然音が良かったので、ワイヤレスマイクを使っているんですね。はい、ただ、コンデンサーマイクを使うとさらに音がいいので、コンデンサーマイクを使うためにこういう別のレコーダーを使って録音をして、そっちの音声とミックスすると、こっちの音が乗るので、はい、こういう感じの音声で録音ができるんですね。だいぶ音違いますよね。この H8 の音をですね、そっちに送ることもできるんですよ。できるんですけど、カメラにもよると思うんですけど、これで撮ってるこのラインアウトですよね。からそっちにブスッと刺すと、アナログ接続っていう形になるんですけど、アナログの音声自体は悪くないんですが、その受け手のカメラによっては8ビットっていうファイルサイズの小さい音で、録音されてしまうんですね。8ビットっていうと、写真で言うとこの JPEG ですよ。いろいろ音をいじりたいという風になった時に8ビットだとね、あまりよろしくないんですよね。やっぱり音が劣化するっていうか、あまりいい結果にならない、音圧が上がらないんですよ。だからこう別々に撮って一緒にするっていうことをやってるんですけども、話が戻ってこの、マイクロフォンアダプターですね、こいつがあれば
それが同時収録できるってことです。こいつがファンタム電源をマイクに供給して、でそのマイクの音を直接こうホットショーですね、アクセサリー集から経由して富士フィルムの XH2S がですね、録音をしてくれるってことになるんですね。いい音でそのまま録音ができて、しかもなんか余計な機材を用意することもなく1個で済む、で編集も楽っていうことで、これの特徴を説明すると、まずデジタル接続って言って、カメラへのマイク入力って通常 3.5mm のピンジャックっていうのを使うんですね。ここにこう挿すんですけど、そうするとカメラの受け手によっては8ビットになったりとか、あとよくあるのがちゃんと奥までさせてなくって録音されてなかったとか、いや私よくあるんですよ。あとアナログ接続だとそもそもね、ホワイトノイズっていうかノイズが乗りやすいんですよ。まあリスクがいっぱいあるっていうのかな。富士フィルム用とキャノン用が、デジタル接続できます。このアクセサリー集にガチッとつければもう使えるところですね。でニコン用も出てるんですけど、ニコン用はアナログ接続だそうです。はい、ちょっとそこニコンさんもったいないんですよね。なんか共同開発っていう話なんですけど、専用でデジタル接続できればニコンもいいんだけどなと思うんですけど、でこれをですねガチッとこのように差し込みます。このままだとこうカタカタしてるとね、接点不良っていうかちゃんと、音が拾えないので、しっかりと締めます。はい、これで OK です。でこのマイクの電源はこのタスカムの CAXLR2D から供給されます。ファンタム電源で供給されますし、こいつの、このマイクロフォンアダプターの電源はカメラの電池から供給されます。つまりこのカメラに USB-C で、給電とかしてればずっと駆動ができるんですね。システムがねすごい簡素化されるっていうのかな。でこれですね、今1個しかついてないんですけど 2K といけます。ここにですねもう1個はい端子があって、ここにもさせます。はい、2箇所させますね。ですので LR ステレオで録音したりとか、あと私ライブ配信で使ったんですけども、片方マイク片方ギター取ってちょっと演奏したりしたんですよね、キャンプで。このカメラで撮ってる映像、それからこのカメラで撮ってる音をそのまま HDMI でライブ配信するっていうことをやったんですけど、それね結構ね良かったんですよ。音が良かったんだよね、やっぱね、すごいね。これじゃなくてそのワイヤレスマイク使いたい時もあるんですよ。そうするとここにね3番目の端子があるんですね。はい、3番目の端子があります。ここにワイヤレスマイクを接続するとワイヤレスマイクも使用できるようになります。ワイヤレスマイクが固定できるようにアクセサリー集がもう一個ついてるんですね。ちゃんと考えられてる。私としてはコンデンサーマイクが使えるっていうメリットもそうなんですけど、この横の操作パネルね、これがねやっぱりね分かりやすい。まあ要はここに設定項目が集中してるので、これ全部右から左までいじれば、まあ、問題なく音作りができるんですよ。まあ、メニューに掘っていろいろやるっていうのが本当に自分は億劫でやりたくなかったので、ここだけで進むっていうのは非常に分かりやすいです。視覚化されてます。でこれパタンと下げても、この、ね、ここがボリュームなんですけど、下がねちょっと開いててボリュームだけはこう調整できるようになってるんですよね。これはまあ24ビットっていう非常に良質な音で録音ができるんですけど、32ビットフロートっていうのもあるんですよ。32ビットフロートになると音割れしないっていうものなんですね。逆に言ってしまうこれは音割れするんですけど、まあ、だから音割れが気になる人は32ビットフロートのその録音機をレコーダーを使った方がいいんですけど、まあ私の場合だとこっちの方が相性がいいかな、性に合ってるかなっていう感じします。音量の原因っていうのは、まあ、ボリュームですよね。上げれば上げるほどやっぱり周辺のノイズも拾ってしまうので、ホワイトノイズだとか環境音だとか拾いやすくなってしまいます。だから、なるべく距離で音作りをして、ボリュームはなるべく下げていくっていうのが、基本的にそのノイズレスに仕上げる音声を録音するポイントだと思うんですけども、で例えばまあ今すぐここに三脚を立ててね Vlog 撮りたいな、サクッと撮りたいなみたいな時でも、これ富士フィルムの XH2S に 28mm の F1.4 でついてるんですけど、これカンってこのまま立てればこのままベラベラ喋れるわけですよね。まあ、オンライン会議とか短めの手軽な Vlog とかね、そういうのを撮りたいときはこういうふうにミニ三脚、卓上三脚にこういうふうに乗せてですね、でここにこういうふうに置いて、うん、これで OK ですね。はい、
これで今録画してる状態です。音声もこのタスカムのアダプターから拾ってます。で、私とこのカメラの距離、こう腕一本分ですね、私の腕一本分、はい、離れてるぐらいの距離になります。これだとまあ画角的にちょうどいいんですよね、私的にはね。こうベラベラ喋っていろいろこう Vlog 的な感じで話して、で声も届くっていうか、この距離だとまだよく撮れるので、まあ、もっと近づけばさらにいい音で撮れるんですけども、まあ、こうやって持って喋ってもいいし、この辺にカメラ、あのマイクをくりつけてもいいんですけどね。まあ、注意点としてはですね、ちゃんとこう接続してるかを確認するっていうことですね。ちゃんと接続していると、ここランプつきますから、ここね、ランプがつきますから、これがちょっとでも接点が外れてるとこのランプが消えますんで、こんな感じで消えますんでね、はい、これがちゃんとついてるかどうかを確認した方がいいですね。はい、つきました。で、しっかりと止めるというふうにやれば OK ですよと。だからさっとこうマイクロフォンアダプターをつけて机の上に置いちゃえば、もうこのまま動画も撮れるし、オンラインもできると。まあこのままライブ配信もやってもいいぐらいですよね、っていう感じで、めちゃめちゃ手軽です。はい、では最後にですね、私のギターと歌で、ちょっとリハビリ動画になりますが、音質の良さですね、確認いただければと思います。カメラとレンズは同じ組み合わせです。で、マイクロファンアダプターに、このタスカムのコンデンサーマイクを2本つなげて、歌とギターを取って、録音したものを最後にお届けしたいと思います。どうぞ。どんな言葉もいらないけど、悲しい嘘かもしれないけど、頬を伝う涙と優しい歌、溢れていたの。誘われて窓開けたら、花見と夏の香りがした。似た後ろ姿見つけては探す君を、星を追いかけてたら、何もかも諦めた気がしたわ。答えなど存在しないと描く、パラレルを砕け散った夢のかけら、決して消えず共に生きていた。悲しみを超えてたどり着いた君の笑顔。どんな言葉もいらないけど、悲しい嘘かもしれないけど、頬を伝う涙と優しい歌、溢れ